こう、カメラ自身が飛んでって、で、まあ、カメラ自身がなくなるのも困りますけど、他の人にやっぱり迷惑かけそうだなとか、少しでも不安がある状態で、やっぱりカメラ、クイックリーダーにこういうふうにこう、SD カードを入れてしまって、で、こう、カメラ本体で、録画したものを、こう、ここから SD カードに、こう、ダーッと移動させると。皆さん、こんにちは。ワンダーレビューです。本日は、こちらのインスタ360の Go3S。最近、こちらのカメラ、結構レビューを上げてるんですけども、こちらで、使えるアクセサリーに注目して、動画をお送りしていこうかなと思います。で、特に、こちらのインスタ360の、Go3S、他の動画でも言ってるんですけど、初めてのブログカメラにすごくおすすめだなと思っています。ものすごくこう小さいので、撮るときにもこう撮るのをこう躊躇する、こう撮っていいのかななり、撮るのこうちょっと見られるの恥ずかしいなとか、そういうのも、なくなるので、この小さいカメラで、特にこう SNS だとかそういうところにも投稿しなくても自分自身のなり家族の記録として撮っとくにも本当におすすめのカメラになってます。で、この手のアクションカメラを使うときにどうしても必要になるのがこうアクセサリー類になります。で、今回まだカメラを買ってない人っていうのはいろいろ標準の、ベーシックなモデルからいろんなキット、こう、アクティビティ用として、トラベルキットだとか、アクションキットだとか、ウォーターキットだとかっていうのが準備されています。で、今回特に個人的にはお勧めしたいのが、すべて入っている、オールインワンっていうキットを紹介したい、まあお勧めしたいんですけども、今回オールインワンに入っているものを中心にこう紹介させてもらって、あとプラスで、追加した2つのアクセサリーを紹介していこうと思います。で、これらの紹介を見て自分自身の用途に合わせてどのキットを買ったらいいのか、どういうアクセサリーが自分でこう必要になるのかっていうのが少しでもこうわかる参考になればなと思います。もしこの動画参考になったよっていう人はぜひこの動画に高評価、そして、こういうアクションカメラとかのレビューも出していくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは本日の動画進めていきます。どうぞ。で、まずは簡単にラインナップなんですけども、ベーシックと呼ばれるところのアクセサリーから見ていこうと思います。で、ベーシックに追加して今回紹介するオールインワンというものは、もう少しアクセサリーが増えているので、そのアクセサリー増えている部分というのを紹介していきます。では、ベーシックのアクセサリー1個ずつ見ていこうと思います。それではまず本体とこういう当然カメラ本体とこのアクションポットというのは入ってます。で、それ以外に、今回1個目はこれももともとカメラにこうついてるんですけど、小さいレンズガードというのが入ってます。で、回すとこういうふうにこう撮れるものになっていて、こういうレンズガードがあるとこう落としてしまっただとかなんか当たってしまった時も安心なので、こういうレンズガードがまあベーシック全てのモデルで入ってるっていうのはすごくいいかなと思います。で、続いて、磁気ペンダントというのがあります。はい、こちら磁気ペンダントと呼ばれるものになります。で、こちらの磁気ペンダントマグネットになっていて、こうカメラを磁石でこうつけることができます。で、こう肌に当たる部分は結構丸みを帯びた形状になっていて、すごくまあつけてても嫌な感じはしないです。で、カメラつける側にはこう絵が描いてあって、こっちでこう縦なり横でカメラつけますよというふうになってます。で、しまっておくときはここにこう紐をしまっておけるので、かなりコンパクトに収納することができます。で、こちらの方をこう、胸の方からこう、垂らしてしまって、長さの方も簡単に調整できるので、長さの調整とかも、ここでスッとすることができます。で、あと、まあ、服の中に入れてしまって、その服の中に入れた状態で、カメラをこう、マウントして、カメラがこう、胸についているということになります。このマウントは結構最近こう、マグネット式のマウント、他のカメラでも一般的に、まあ、カメラやマイクで一般的になってますけど、本当にまあ、この小さい磁石でカメラがしっかりマウントできるっていうのは小さいカメラならではのマウントかなと思います。本当にまあ、これが一番特徴的なマウントだと思います。続いて、簡易クリップっていうのを紹介します。で、簡易クリップというのは、こちらになります。簡易クリップというのはこちらになります。で、簡易クリップっていうのは、このミニの本体をピッとこうつけてしまって、Go3S をつけてしまって、で、
まあ、パッと形状からしてクリップになっているので、帽子のつばとかにこう挟んで、POV が撮れるというものになります。あと、ま、帽子だとか、こう、シャツだとかにつけて、こう、挟み込んで、これだけで単体で使うということもありますが、個人的には使っていて便利だなと思ったのは、先ほど紹介した、こちらの、マグネットのペンダント、磁気ペンダントと一緒に使うというのが、結構使うケースが多いのかなと思います。で、胸でこうつけているときに、どうしてもこう角度、カメラの角度が気になるとき、角度をこうつけなきゃいけないときっていうのが出てきます。こう、かがんで、こう、スポーツをするだとか、私の場合だとこう、自転車結構かがむことがあるので、この磁気ペンダントだけだとカメラが下向いてしまうので、こういうクリップを使ってカメラの角度を変えるという必要があります。なのでまあ、磁気ペンダントと一応このクリップですね、簡易クリップというのは日々持ち歩いた方がいい、こう、アクセサリーになるのかなと思います。あとですね、ベーシック。もう、ここら辺全部、もともとすべてのモデルに入ってくるものですけども、こちらの、続いて、ピボットスタンドっていうのを紹介していきます。で、こちらの方、こういうふうに、こう、机に置いて、そのままこう、使うとか、もう本当に、一番使うのが、このスタンド、ピボットスタンドっていうものになるのかなと思います。で、こちらも作りが結構面白くなっていて、この小さいものをこうパッとマウントするっていうことがまずできます。なのでこう、カメラ本体をここにマウントするということもできます。あと、アクションポットも同じこのコネクターにつけることができます。こういうふうにアクションポットをつけることによって、この状態でカメラの撮影をするということができます。本当にこう、両方とも一個のマウントでこう、つけれるっていうのをよく考えられてますし、こう、まあ、撮りたいシーンだとか、こう、撮りたいカメラの大きさに合わせて、同じマウントが使えるっていうのは便利かなと思います。あと、裏側の方に、こう、シール状になっているので、こちらのシール、こう、裏を外して、ここ、シール状になっているので、こう、シールを外して、どっかにペタッとくっつけて、壁だとか、そういうところにこうくっつけて使うということもできます。結構粘着力もあるので、こう壁にポンとつけるということも全然可能です。結構硬いです。こう。硬い。で、ここまでがベーシックで、どのモデルにも入ってくるアクセサリー類になります。で、ここからオールインワンのセットに入ってくる、アクセサリーを一つずつ紹介していこうかなと思います。まず一つ目がスクリーンプロテクターです。スクリーンプロテクター、このアクションポットの画面を保護する保護フィルムになっています。で、もう貼っ付けてしまっているので、これフィルムって見にくいんですけども、なかなか普段こう、スマホだとかそういうのでもう画面のこういう保護フィルム買わない人、使わない人っていうのは多いのかなとも思うんですけど、もともとこういうのが付いてくると当然使えますし、こういうのがこう、まあ、使っていると普段から、こう、まあ、安心して使えるので、こういうものが、こう、セットについてくるっていうのは個人的には嬉しいかなと思います。で、続いて、こちら。ミニの見えない自撮り棒なり三脚って呼ばれているものになります。で、こちらの方は、インスタ360と PGY テックっていう会社の、コラボの作品になっていて、かなり、PGY テック私も普段から気に入って使っているメーカーなので、すごく質感のいい三脚、小さい三脚になってます。で、この三脚なりをこう持っていると、やっぱりアクションカメラなりで、こう自撮り棒でこう撮るときに、先ほどの標準でついてくるこのピボットスタンドでもいいんですけど、ピボットスタンドよりもやっぱりこう長さがこう出せてだとか、こうカメラの角度とかもこう変えれてなり、三脚でこう立つなりっていうのもできるので、こう自撮り棒として持つときも少し長さが出て、やっぱりこう長さ欲しいときに絶対出てくるので、こういう長さが出て、こう自撮り棒で、こう自分自身をこうカメラ乗せてこう撮るっていうこともできるので、こういう、自撮り用の三脚っていうのは一個持ってると本当に良いと思います。続いて、クイックリリースマウントというのを紹介します。こちらの方になります。で、こちらのクイックリリースマウントというのは、こう、カメラにこうマウントして、これをこういうふうにユニバーサルマウントって呼ばれているような GoPro のマウントのようなものに変換して、これ以外のアクションカメラの、マウントとして、他のアクセサリーなんかを使うときに必要になります。
あとですね、カメラネジとかもついているので、まあ、本当にカメラ使い始めて、で、こう、他の三脚にこう、ちょっとつけたいだとか、他の、こう、アクションカメラのマウントを買って、それで、こう、このカメラ使いたいと思った時に、おそらくですね、結構多くの人が、この、アクセサリー、後から欲しくなるんじゃないのかなと思います。で、このアクセサリー、そこまで、こう、すごく安いっていうアクセサリーでもないので、できたら、初めの段階で、こう、セットで入手しておくと、パッとこう好きなマウントに付け替えてカメラ使うことができるので、この、まあ、特に、クイックリリースマウントというのは多くの人が必要になるアクセサリーなのかなと思います。続いて、磁気ペンダントの安全コードっていう、こういうものをご紹介します。で、こういうものをなかなかアクセサリー単品で買うっていうことはないので、個人的にはこういうセットについてきて嬉しいなと思う。アクセサリーになります。で、こちらの方は、カメラをここにこうつけてしまって、で、カメラをこうつけてしまって、で、磁気のペンダントと使うときに、磁気ペンダントの、方に、この紐を絡ませて、で、こうカメラが飛んでいかないようにするというものになります。で、やっぱりこうカメラをハンズフリーで使うで磁石だけでつけてるっていうとちょっと気になるシーンだとかもあると思います。こう動画が撮影可能なこうアトラクションだとかこう遊園地とかでもこうカメラ自身が飛んでってでまあカメラ自身がなくなるのも困りますけど他の人にやっぱり迷惑かけそうだなとか少しでも不安がある状態でやっぱりカメラって使いにくいと思います。そういう時にこういう安全コードを引っ掛けてまあ取れても飛んでいかないよっていう状態にして使っていると、かなりまあ安心材料なりさあカメラ使おうっていう感じになるので、こういう安全コードっていうのがセットについてくるというのはまあ意外と、こう、ついてきて、持ってみると、使うシーンだとかも、あるので、まあ、持ってて、全然いいアクセサリーなのかなと思います。そして、最後、このオールインワンセットで入ってきて、特にですね、いいなと思ったのが、実はこの収納ケースになります。はい、この収納ケース、やっぱりすべて、こう、入れることができて、で、この手のアクセサリーって、すごくガチャガチャして、かさばります。で、アクションカメラ、こう、いざ使おうとした時に、あのアクセサリーがないっていうこと、本当にあるあるなので、こういう一つのケースにまとまって、カメラとアクセサリーが一個に入るってなると、このままですね、そのままこう、旅行のバッグに、こう、これごとポイッと入れとけば、すべて忘れ物なくいけるので、まあ、このケース、本当に、こう、普段からここにしまって、で、使うときこのケースを持っていくというので、非常に便利だなと思います。で、ここら辺も、こう、小さいカメラなり、これだけのアクセサリーで、まあ、足りるでしょうっていう、オールインワンセットっていうのを準備していて、で、このケースなので、本当にま、すべてのものが綺麗に入って、収納できるので、このケース、おすすめの商品になっています。ではですね、ここから、追加のアクセサリーというのを2つ紹介していこうと思います。初めの方から結構見えてるんですけど、このカメラにここについている風防、マイクのこう風よけ、風防なりウィンドジャマーっていうんですけど、このアクセサリー、本当に、おすすめというか、個人的には必須だと思ってます。で、オールインワンじゃない、他のセットで、このウィンドジャマー、風防入っているものもあるんですけど、オールインワンのセットにはこれ入っていないので、これは追加で持っといた方がいいのかなと思います。で、実際4個入りで売ってたりするので、で、あと、水に入るときにこれ外して使わなきゃいけないので、そういうときには外してもう一回つけるということもできるので、まあ、4個あれば当面大丈夫なのかなと思います。で、こういう小さいカメラを使っているときに、追加で、こう、音を取る。別の、こう、レコーダーだとか、マイクで音を取るって、やっぱりめんどくさいと思います。こういうカメラの中に音声が入っていて、その音声そのまま使うと思います。その時に、こう、外でどうしても音を取っていると、風が吹いた時に、風切り音というのがかなり入ってくるので、音、なかなかこう、声が聞こえづらくなるぐらい、邪魔になるので、もう、安心材料なり、音を他で取らないっていうことを考えて、こういう風防を普段からつけて運用することを強くお勧めします。あとですね、2個目の、
アクセサリーなんですけども、こちらのクイックリーダー、こちらのアクセサリーを紹介したいです。こちらの方はぜひ、多くの人に使ってもらいたいし、まあ本当に必要だなって個人的には思います。このカメラ自身ですね、カメラの本体にしか保存ができないです。なので SD カードを入れて満タンになったらその SD カードを抜いてっていう運用ができないので、カメラでこう撮った情報っていうのを、このクイックリーダーを使って、で、ここのクイックリーダーの方に、クイックリーダーにこういうふうにこう SD カードを入れてしまって、で、こうカメラ本体で録画したものをこう、ここから SD カードにこうダーッと移動させるということができます。あとですね、この手のやつは結構外出先でささっと編集して SNS に上げたいだとか、そういうニーズだとかもあると思うので、この後ろのところが USB-C と iPhone のこうライトニングになっているので、スマホにそのまま挿して、で、外出先なりでも、こう、Insta360 のアプリで編集するということができます。で当然、こう、パソコンに画像を取り込むときっていうのも、このクイックリーダーの SD カードに入っていれば、このクイックリーダーだけでパソコンに取り込むことができるので、非常に便利です。はい、いかがだったでしょうか。本日は GO3S で使う各種アクセサリーを紹介してきました。で、本当にこれから本体を購入してっていう考えている人は、どのエディションを買おうかっていう時に、今回どういうアクセサリーが入っていて、こういうアクセサリーこういう時に使うんだっていうのが少しでもイメージ持てて、どれを買うのかっていう選択のこう考える材料になればいいのかなと思います。で、すでに当然カメラを持っている人は持っていないアクセサリーだとか、まあすでに持っているアクセサリーでこう使うとか、なんかこう少しでも参考になる部分があったら嬉しいなと思います。で、その他このアクセサリーこういう風に使えるようだとか、こういう撮影ができるようだとか、本当に小さいカメラでアイデア次第でいろんな面白い映像が撮ることができるので、なんかアイデアがあるよ、こういう使い方もあるよってある人は、ぜひコメント欄に書いてもらえるとすごく嬉しいです。はい。あとですね、Insta360 は、この GO3S 以外のこういうアクセサリーも、結構 GO3S に対応しているアクセサリーたくさんあります。なので、ぜひ、こう、Insta360 の公式の、オンラインショップに行って、GO3S っていう製品のチェックボックスすると、それで使えますよっていうアクセサリーがたくさん出てきます。で、私なんかだと、こう、自転車用のアクセサリーで GO3S で使えるものがたくさん出てきたりだとか、あと自分自身が知らなかったアクセサリーだとかも GO3S でチェックつけてダーッと見ていくと、あ、こういうのもあるんだっていうので、こう、ますます、こう、こういう映像が撮りたいなだとか、いろんなアイデアにつながったりもするので、まあ、興味がある人は、そのオンラインショップで、このカメラに適したアクセサリーっていうのを、こう、見てみるのも面白いのかなと思います。で、リンクだとかは概要欄に貼っているので、その概要欄のリンクから飛んでもらって、GO3S っていう製品選択をして、アクセサリーを見るっていうだけでも結構面白いのかなと思います。はい。少しまあアクセサリー1個ずつの紹介で、気になっている人にはこう楽しめる内容だったと思いますし、もしこの動画少しでも良かったよ、参考になったよって人はぜひ動画に高評価、そして、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。